月、リキオが当時の G1 王者小川をわずか96秒で下し、 G1 挑戦を決めた試合がありました。しかしその G1 タイトルマッチでは小川のうまさの前にリキオの圧力は空回りし、王座獲得はなりませんでした。世代交代という考えはない。あっと後ろから来た、小川が後ろから来た。なんと入場を後ろから襲ってきた。前哨戦でもゴングが鳴る前にこの小川が仕掛けるという場面がありましたが、このタイトルマッチ武道館の本番でも入場を襲いました。小川、このシングルマッチのゴング先ほど鳴らされました。シングルマッチ30分の一本勝負、串刺し式、そして決まってしまうのか、張り手で、あっとサードロープにこれはレフリーは今のジャッジは認めていません。ゴンが鳴りましたがノーということです。リキオは今のでもスリーカウントじゃないかと、ホームでのそのゴングを鳴りましたけれども、レフリーは今のはロープでエスケープ、ツーカウントまでというジャッジになりました。小川選手の足がロープにかかっており、ただいまの裁定は無効となります。よってこのまま試合を終了します。サードロープに足がかかったためエスケープ認められました。しかし力王の勢いは止まらない。しかしこれは小川がよく見ていた、この辺が小川のうまさでもあります。場外そして花道での両者の攻防ということになりました。今日の第4試合、小川義成対力王武志、そしてロープに飛んでおいて捕らえた、力王捕らえた、逃れて逃れて脇固めに行く。この辺り自分の体格よりもはるかに大きいスーパーヘビー級、カウントは16、すかさず戻ってくるぞ。あっと戻ってくる際にレフリー西永に接触してしまいました。カウントが途中で止まってしまった。カウントは16、17あたりまで進んでいましたが、これは力王にとっては助かりました。小川としてはここは手痛い、このリングに戻るという時に西永に接触、カウントが止まってしまった。さあしかしその流れというものをしっかりと小川としては離さないためにガンガンとこの力王を攻めていこうというところです。2002年7月当時 GH 王者だった小川、この力王の挑戦を退けました。あれから3年と7ヶ月、両者が再戦を迎えている今日の日本武道館。場外戦となるのか、力王にとっては雪辱戦。前回の対戦の後、力王は小橋を破ってベルトを取りました。見事 GH 王者まで上り詰めた。しかしこの小川へのリベンジは果たしていません。その小川がこの一方的に力王を攻めるという展開になっています。まあ、小川にとってみればこの力王という大きな壁、これを力王クリアして返り討ちにすることによって上昇気流に乗っていく、あるいは自分のこのバロメーターにしたいところでしょう。両者2人ともその戦いの場リング上に戻ってきました。この小川も GHC のベルトを失って3年半が経っています。2年前の11月に小橋に挑戦した小川ですが、この GH 挑戦ということになりますと、王座を失ってからもかなりその時間の経っているという小川です。今日はこの奇襲攻撃、力王が入場してくるその四角後ろから襲ってきました。あ、西永もちょっとこう感情少し出しているんでしょうか。ここもレフリー泣かせの今日は試合ということになりそうです。まあ、力王持ち上げてバックドロップ、おっとこの辺は力任せにパワーを振り払いていきました。腕をその場外で、まあ、鉄柱に打ち付けられて、まあ、ライアットのこの力王ですが、左腕を少し痛めたでしょうか、右のエルボーを打ち込んでいきます。まだその左の肘のあたりを気にする力王です。とにかく力王も今日のこの試合は勝って当たり前だというふうに話しています。あっとスタミング目つぶし、
この辺が小川マジック、小川のうまさでもあります。そして鉄柱を使っての腕を殺しにかかる。ここは完全に小川が流れというものを持ち込んできている。さらにぐいぐいと絞っていく、絞っていく、絞っていく。今の力王はその4年前あの頃とは違うんだ、ベルトを巻いて GHC 王者になって精神的に変わった、それは認めるというふうに話している小川です。小橋からベルトを奪い三沢の挑戦を退けた、その力王と今日どう試合をするかがテーマなんだというふうに今自らにも言い聞かせていた、そんな小川です。真正面から言っても勝てない、だからこの力王のパワーを利用したいんだというふうに話していました。ここまでの展開はその力王のパワーをうまくかわす形、あるいはそれを利用してというシーンが目立っています。このあたりもよく見ていますが、一旦捕まってしまうと小川としては非常に窮地に追い込まれる。さあ抱え上げたぞ、ベアハッグ、あここも逃れていく、そのままブレンバスターには行かせません。サミング、張り手をかわしておいて、顎砕き、チンクラッシャー、そしてロープに飛んでおいて、捉えたか、捉えてレフリーを、レフリーを掴んで、そして急所攻撃。前哨戦でもこういう危うい場面には本当に周りのものを何でも利用するという小川のうまさがあります。合掌、私捉えればこの力王のパワーがあります。これはカバーを返したのではなくて西永の腕を捉えてカウントを3カウント目を入れさせませんでした。この辺も小川らしさ、しかしショートレンジ、迫力あるショートレンジ、これはまともに食らってしまった。さあどうだ、カウントは、カウントは2で返しています。ここで一気に形勢が来てたのか、張り手をかわしておいて、そしてくるっと回って DDT、 流れるような動きも小川ならでは、張りを取ってもう一度 DDT 連続でいきます。3回目、とにかく DDT を連続で打ち込んでいく、捉えさせておいて後頭部。さあ動きが緩慢になって力を捉えてバックドロップ、125キロ、その体重が力王自身にのしかかっていきます。ここまではまあ小川が自分のペースに完全に引き込んでいるというここまでの展開です。前哨戦でも本当に控え室まで大乱闘にまでなった、激しい争い、前哨戦があったこの2人、この武道館大会本番を迎えています。張り手に対して力王は後ずさりはしない、むしろ前に進んでいく、一歩も引くことは許されない、そんな気持ちを前面に出すかのような鬼のような形相を見せている力王です。捉えたぞ、捉えて捉えて捉えて、高いパワーボム、まず一発打ち込んでいった。力王にとっては接触戦、さあフィニッシュに行くか、力王が飛ぶか、飛ぶか、コーナーのトップからダイビングのボディアタック、ボディープレスだ、返しました。世代交代という考えはない、あの人と小川とやるときは感情の赴くままに行くんだ、話していた力王、勝って当たり前、有言実行。無双に行くか、返した返した、回り込むか、いや捉えた、捉えて判定、小川としては捉えてはまずい。さあ無双の形だ、叩きつけた、叩きをつけた、2回から叩き落としていった、完膚なきまでにこの小川を潰した力王、次世代が確実に上位世代を飲み込みました。感情の赴くままに、感情をむき出しにしていくと言っていたこの力王、もうすでにこのリングを後にする、この力王、自分の視界に入るのは小川ではなく、あるいはその先に捉えている誰かなのかもしれない。勝負タイムは8分19秒、8分19秒、高々と持ち上げられて小川、高い高いこの力王の無双の前に3カウントを奪われてしまいました。リベンジを果たした力王、奇襲攻撃でこの試合が始まったこのシングルマッチ、完全に前半はこの自分のペースに持ち込んでいた小川ですが、捕まってしまいました小川。小橋と三沢を破って、そして精神的にもたくましくなったこの力王と、今日はどういう試合ができるかというふうに